はい、のりです。いつもご視聴ありがとうございます。本日はですね、11月の4日文化の日の翌日となっております。雲一つないですね。非常にいい天気となっております。で、今15アールの畑の方に来ておりまして、今回ですね、これでイチジクの収穫シーズン11月のですね、6日をもって終了ということにしたいと思います。はい。で、今畑の方ですね、あ、ちょうどこっちの方がわかるかな、こちらですね、バナナの方なんですけども、もう落葉が始まっている状態です。ここが毎年一番最初になんか落葉していくような感じですね。で、ドーフィンはまだ青々としてますけど、そろそろですね、落ちてきている、葉も出てきているような状態になります。で、本日はですね、収穫量は実はこのぐらいです。
で、産業の方もですね、今見ていただいた通り、このような形で出荷の箱数は全部で6ケースという感じですね。11月の6日、市場がですね、お休みとなりますので、出荷ができません。で、すべてこちらの方の産業小屋の方で販売をしていきます。ということでですね、今後ですね、残っている産業について説明をしていきたいと思います。ではですね、今後どうしていくかっていう話をしていきたいと思います。で、まだですね、落葉がですね、終わってません。で、落葉が終わりまして、まあ、葉がですね、下の方に溜まってきますので、そちらの方は、まあ、毎年、まあ、動画でもしてるんですけども、園内の方の外ですね、園外の方に出して滑って処分をするような形。いわゆる園内の方の掃除をしていきます。で、実ってない実ですね。今、ここにもいろいろまだ実ってない実見えてますけど、まあ、おそらく実ってこないと思うんですけども、この辺の実も滑って落として、いわゆるもう棒状の木の状態にしてしまうという形で、休眠期に入るという感じになります。で、折れ越えの方はもう済んでます。あと防虫ネットですね、これサブチャンの方で、はい、公開させていただきましたけども、すでにもう網上げの方は終わっております。なので本当にあと残っている作業とすれば、 pH 値を測定して、あとは石灰ですね、私の場合は駆動石灰ですね、の方を巻いていきます。まあ、一応ね、小石灰とか有機石灰とかありますけども、イチジク畑に巻くのであれば、まあ、駆動石灰もしくは有機石灰がおすすめですね。小石灰の方がですね、かなりアルカリ度が強いのでおすすめできないかなと。よっぽどですね、pH 値酸性にですね傾いているのであれば、まあ、利用してもいいのかなと。まあ、その場合にですね、pH 値を測定していただくという作業が必要になるかと思います。作業的にはこの大きなところですね、pH 値の測定は大きな作業ではないので、どちらかというと残っているのもあと園内の掃除、あと駆動石灰を施肥するという感じになりますね。で、それが終わるとだいたい12月の初旬ぐらいかなになると思いますので、そこから先はですね、ようやくですね、私の超遅い夏休みに入るというような状態になります。これでですね、今年のですね、大きな作業の方はだいたい終わってきますので、時間がですね、ようやく取れるような感じになってきましたので、暮れまでにですね、そうですね、2度ほどですね、できればライブをしていこうかと思います。11月中にですね、一度やりたいと思いますので、日程が決まりましたらまた動画でお知らせしたいと思います。時間はだいたい8時から8時半ぐらいから1時間から1時間、長くて1時間半ぐらいというふうに予定をしておりますので、その時はぜひ皆さん遊びに来てください。はい、今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。